はい、お疲れ様です。ゴーレムです。本日もですね、チョコボの不思議なダンジョンの続きからやっていきたいんですけども、まあ、次回ちょっとセーブしたところの続きからなんで、まあ、5回なんですけど、やんだよ、これ。や、それやめろ。もう、切れた。本読む。なんか本、もっとすんなり読めたような気すんねんけどな。で、ファイヤーの本めっちゃレベル上がってるでしょ。で、ここの、この赤いのあるじゃないですか。これスイッチみたいなやつなんで、ちょっと押してみますね。で、こんなんして全回復したりするんですよ。そんなにね、減ってなかった。まあ、でも元気 100% だったんで、結構でかいですね。あれでも落とし穴やったりもしたはずなんで、確か。めんどくさいんですよ、結構。まあまあ。はい。これね、赤の薬結構やばいやつなんですよ、確か。起きられなかった。だいたいレベル、階層が一緒ぐらいがいいんかな。うん、やろうな、ほんまは。こいつは大したことないな、別に。他のやつもそんなやねんけどな。もう本ガンガン使っていくか、もう。もう、増殖しとって戻したら意味ないしな。こいつね、もったいないな。で、この人斜めも向けるんですけど、意外と難しいな、斜め向かすの。来た、テレポカードや。これでいつでも帰れるな。よし。まあ、ある程度だったら一回戻りますわ。はい。まあまあ、この辺の時は余裕っしょ、もう。めんどくさいから本読もう。何読もうかな。サンダーとか全然読んでないから読むか。まあ、本のレベル上げてなんぼのゲームなんでね、これ。OK、死んだ。あ、これなんか2個目のやつ怪しいな。レベルアップ床のような気もするし、なんか落とし穴のような気もする。居眠り床か。これ結構めんどくさいんですよね。この時に敵聞いたらもう、まあ目覚めますけど、うん。まあ一個元気がね、まあもっと戻っていただきましてですけど、うん。結構めんどくさいよね。あ、ミスった。斜めが下手やな、俺。あー、もう。そういうのいらんねんな。まあ、階段の位置分かったからええわ。いつでも降りよう思ったら降りれるわ。まあ、どの辺ぐらいまでね、通用するのかちょっとやってみたいっすよね。ヤバだったらもう速攻テレポカード。あ、こいつ魔法使うの忘れとった。もうヤバだったらテレポカードでさようならやな。これほんで、めっちゃ記憶定かじゃないけど、なんか一回、こう負けて外掘り出されたら、レベル1個下がるとかなかったかな、ワンは。あったような気すねんな。なかったっけ？魔法で。あ、リセットされてるわ。魔法もったいない。で、こんなんしてリセットしながら、こいつをぶん殴っていくと。基本こっちの方が早いんでね。これなんやろ、俺もだった。マップカードやったか。しまったな。クソしょうもない押してもうたわ。まあ、ええわ。いいです。オイルカード1個な。大事に持っとかなあかんな。よいしょ。で、セーブしておりよく。いや、いいか、まだ。うん。まだ早いよな。3分ぐらいやな。うん、2回ごとに出てくるね。これ。いや、よく合うね。うん。よく合うね。これは何かって。データーかまどやね。うん、君これじゃないね。めっちゃ大事なアイテムなんですよ。これはね、かまどっていうのさ。まんまやないか。これを使って爪やクラのレベルを上げるのさ。使い方はこうさ。うん、まずはじめに鍛えたい爪か蔵を選ぶ。次に掛け合わせる爪か蔵を選ぶ。そしてかまどに火をつけるのさ。いいみたいな。どうやって火をつけるのかって。それはね、本を使うのさ。どれでもいいから使ってみる。どれでも良くなかったぞ。どれかで火がつく。雑やな。爪は爪同士で、蔵は蔵同士で掛け合わせるのさ。こうやってどんどん強くしていくのさ。わかったかな？うん、わかったよ。OK。ありがとう。袋の中もういっぱいな。あ、これ絶対強いね。もうちょっと、一回ちょっとやってみるか。あ、弱いわ。じゃ強いか弱いかだけ、一回ちょっともう自分の身を持って、こう、渡った上で勝負した方がいいよな。じゃなんか雑魚に本使ってもったいないからな。あ、やばい。これあれや、リセットされるやつや。くせえ、やってもた。なんで袋の中もういっぱいな。じゃあ、早速、合成できるかな。本あったっけ？あ、できるできる。合成してみましょうか。合成できるものがあるかな。あるな、一応。これめんどくさいんですけど、一回装備してるもん外さんとダメなんですね。
で、今からやること言いますね。まあ、この、鋼の蔵ってあるじゃないですか。これ今装備してるんですけど、まあ、外してですね、鋼の蔵を、プラス1にしたいんですね。で、ほんならどうするかって言ったら、鋼の蔵と、木の蔵プラス1で、で、ファイヤーの本で火つけたら燃えると。あ、燃えるじゃない。新しい装備ができると。燃えたらあかんかな。ほらね、こうやってね、ちょっと強くなったでしょ。うん。で、このプラスっていう数をどん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 上げていくのも一つの、まあ、目標にはしてますね。プラス10。ここのダンジョンやったらプラス10ずつぐらいでいけるんじゃないかな。わからへんけど。まあ、防御力1だけね、上がったと。ポーションか、これ。飲んでまうか。飲もう飲もうもう。持ってるもんはもう飲んで、あれしよう。オッケー。うん。よっしゃ。サンダーか。ここにあったんか、サンダーくん。めんどくさい。あ、じゃあさっきのなんか巻き貝みたいなやつすげえめんどくさかったな。もうほとんど効かへんでしょ。で、これがもっとプラスとかが、食べてみるか。オッケー。まあ、これね、いろんな、ま、プレイスタイルあると思うんですよね。慎重に行く人とか、僕結構、識別とかできてなくても、ガンガン食べていったりとか、ガンガン使っていったりするんで、まあ、それが好きな人と嫌いな人おると思うから、賛否両論あるんやろうけど、まあまあ、いろんなやり方あるんでね、まあ別に、いいじゃないかということで、はい。何の話だ、これ。あ、蔵落ちてるわ、また。あ、これはいらんわ。この、木の蔵って書いてて、で、かつ、まあ、色白い、まあ文字の色が白かったら、プラマイゼロなんで、合成の材料にも使えないんで、もういらないですよね。こいつも俺楽勝ちゃん。まあ、全然いけねえよ。まあ、でも魔法のレベル上げたいからな。ガンガン使っていきたいな。特にサンダーとかファイヤーとかの辺な。こいつなんやろな。ファイヤーと聞くんちゃう。持ってたっけ？持ってねえな。言うて、弱いな、全然。あ、死んだな。雑魚。あー、めんどくさい。これ、まずいな。もう、魔法やな。使ってない方に使いましょうか。エアロとかどうでしょうか。はい。まあ、エアロ言ったら風のやつですよね。うん。オッケー。さようなら。あ、なんか落としてるな。拾っとかなな、やっぱりな。で、このゲームの毒ってすごい変わってて、こうやって歩いてる間に実はチョコボ君って回復するんですけど、回復しなくなるんですね、このドクロマークで出る時は。だから別になんか HP がガリガリ削れるとかドラクエみたいな感じではないんですね。2は確かそうやってんけど。何使おうかな、もうエアロの方に使おうか。なるんな。今読んでないよ。消しんだよ。OK。で、ポーションやな。あ、いいよ、いいよ。なんかもう、正直めっちゃ順調やねんけど。思ってるより。もっと詰まるかな思ったけど、まあ言うてチョコボやからな。って舐めとったら死んだりすんねやな。なんか、ほんま、階層1個変わったらくっそ強なったりするから、敵。もうなんか自己死みたいなの多いねんな、このゲームな。まあそういうゲームやねんけど。じゃあこれな。お前もこれな。はい。なんだろって、そのなんか飛ばしてくるやつめんどくせえから。オッケー。あ、絶対怪しいやん、これ。なんやろ。で、緑のやつやから、そんな悪いやつじゃ危な。今罠見えました。あ。どうしようかな。後ろからそんな見えないやろ。そんな右だやろ、塩辛そうな、塩辛そうな見てないやん。あ、元のとこ戻ったわ。じゃあ、降りるか。あんまり長いしてたらね、確かね、これも良くないこと起こったんですよね。どうやったかな。まあでも結構探り探りやけど、中途半端に覚えてるところも結構ある。これ何年で勝てんじゃん。弱いもんな。今んとこな。オッケー。はい、行こうか。はい、下の階降りると。はい、あ、なんか唱えてる、なんか唱えてる。やばいやばい。あいつ
なんか唱えとったやん。なんか、何それリセットされてないの。あ、10か、言って。な、こっちも。やったのか、お前。何聞くんやろな。3台とか。俺の方が早いやろ。よっしゃ、俺の方が早かったやん、絶対。オッケー、めっちゃ強いやん。バリ聞くねんけど。属性的に聞くとかのような気すんな、あれ。なんか、浮遊してるやつって、サンダー効くイメージないですか？あ、もう、ガンガン使っていこう、本。まあ、銃固定なんやな、これ。まあ、そうやったら全然な、別にって感じやな。OK。あいつ、名前何やったかな？フローターなんとかボールちゃうかったっけ？そんな名前じゃなかったかな？で首輪なんですけど、これも100発100中で呪われてたと思うねんな。で大した効力も、あ、元気 100% だったな。サハギの余裕だ。殴る。てか俺もう本持ってないんじゃん。まあいいけどな。うん。今レベルを上げるやから、本を集めるフェーズじゃないから。何ゲノゲノなくするって。この辺はもう触れやんとこ。身ももう十分持ってるしな。ポーションも。降りる？めんどくさいから。ちょっと早いか、俺いんの。探索せよっていう話やからな。俺でも、なんか気に入らんかったら結構ガンガン降りてたような気する。子供の時。うん。あ、もうめんどくせえわ、みたいな。うん。待て、待て、それ。よいしょ。袋の中いっぱいなんでやねん。なんでそんなあったか？ポーション多すぎるやん。もう減らんやろ。ちょっと一回蹴ってみるか。いらんねん、あの色のやつ絶対ろくなことないから。うん。これもいらんやん。なんで武将大臣こんなん持ってんの。あ、つや消しクリーム。これまずいやつっすね。まぁ、ちょっと後で説明しますわ。なにこれ？どういうこと？これ何な？あ、今のめっちゃ良かったんちゃう？なんかだって、爪プラス2で、鋼のクラムプラス2になってる。ラッキー。ほんで、ちょっと待ってな。首輪の識別はされてないんか。まあ、そこまではちょっと欲張りすぎか。で、もう、ここの男女多分これで終わりなんで、最後このボタン押して終わりましょうか。っていう感じで、落とし穴の時もあるんですよね。やっぱ2回ごとに出てきはるな、この人な。よいしょ。うん。喋るか。はい。こんにちは。ね、赤い玉を見なかったかい。せっかく見つけたのに落としちゃったのさ。まあいいや、また見つかるさ。うん。そうね。え、玉って何って、不思議な力が閉じ込められた赤い玉と使い方はね、先に言うなって。まあまあ、使い方ね、相手にぶつければいいのさ。まあ、蹴れいうことですよね。君だったら相手に向かって蹴ればいいのさ。あれはいいよ。そう、あれはいいんですよね。強いんですよ、まず。さらに、青い石もいいよ。あれもいいんだよな。いいですよね。知りたい。うん、くれよ、ペーター。青い石、これまたなかなか見つからないのさ。まあ、見つからないですね。だから、これは使うだけで不思議なことが起こるのさ。これこそ珍しいアイテムさ。まあ、レアアイテムですね。あ、珍しいアイテムをレアアイテムって言うんだっけ？うん。そやな。いろいろ話しおいてなんだけどさ、ダンジョンの中で降りてくるのはほどほどにした方がいいと思うよ。無理せずに村へ戻るんだよ。じゃあね。そやな。まあ、10回、まあ、通用せんくなったら戻る。あ、もう、このタイミングでなんで出てくんの。いや、結構もう本ないな。もう降りてもいいけどな。うん、読むだけ読んで。うん。まあ、裏でもね、ちょこっと進めてはおきますけど、うん。あんまりこんなね、降りたり入ったりするのを見ててもしょうがないんで、と僕は思うんで、はい。あ、ブリザードの本やった、まさかの。ほんで、かまど使われへんやん、ブリザードの本やし。まあ、でも、かまど使うも何も、かまど、あ、これ殴り合いしたらどうなんだよ。あ、弱いわ。本読まれる前にどうついたらいいのかな。何これ、パソコンの一回飲んでみる。最悪。何これ。
いや、泉やったからまあええかな思ったんですけど、ゴミ入ってましたね。オッケー。もうこれ多分デスペルの薬ちゃう。オッケーオッケー。チャラチャラ。ポーション持ちすぎるような気がするな。あの爪もいないよな、もうこれ。はい。おー、来た。弾、弾来た。これなんですよ。これどうしようかな。今見せるのもったいないしな。まあ、ボス戦とかでね、使えますわ。扉も拾いたいねんけどな。識別のカード落ちてなさすぎじゃない？まあ、ええわ。うん。おい。おい。こんなもんやろ。首は拾いたいな。古い首は。なんかええやつの可能性あるからな。これは絶対あかんやろ。もうこれけど。一応ね、まあ、あの首輪もね、あのいつか装備はしたいと思ってるんで、まあええわ、10くらいあっても先倒した方がええわ。え、なんで比べるのってん、14も。え、なんでなんで、おい、なんか外してる、なんか比べる量増えてねえけど、なんで外してないよな。まあええわ、ほっとこ。あー、おねんねタイムや。可愛いけどな。可愛らしくはあるけど。あ、え、今の何、今、あ、沈らせるやつでめんどくさ。もうこうなったら降りよう。うん。てか、そろそろ時間、ええ時間やろ。もう降りようかも。もうなんかさっき10やったの14になってんな。こいつレベル高いのかな、下のやつより。今俺の方が早かったやろ、明らかに。じゃあ、ポーション1個飲んで、で、空のボトルでも蹴っとくかも。いや、やめとくか。あ、そうやんな。じゃあ、空のボトル蹴りましょうか。はい。無駄は。はい。よいしょ。うん。じゃあ、まあ、もうちょっと地図忘れちゃったみたいなんで、まあ、この辺でね、セーブして終わりたいと思います。本日もですね、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまたどうぞよろしくお願いします。はい。